汚れ、外傷、寒さ、密射などから、肌や体を守るために、上腕から、手首や手の甲までを覆うようにして装着する、革や布でできた、送信具のこと。手首に固定する際は、縫い付けてある紐か小ハゼが使われる。手の甲には、中指側に縫い付けられた輪を通して固定することが、多い。歴史は古く、古墳時代の高城派にという名称が付けられた。 埴輪が出土しているが、この埴輪には肩には、鷹が、手首には鉄鋼がかたどられていて、鷹の止まり木として使う腕を保護するために使われていたと推測されている。また、鉄鋼の起源としては、武具として、刀から手の甲や手首を守るためのものであったとの説もある。手筒と、形状的には重複する部分もあり、両方の機能を備えるものに、 肘の関節手前まで覆うものもあれば、手の甲は覆わずに、手首だけを覆うものもあり、手筒や、鉄甲とどちらかの名称が付けられたため、明確な区分がない場合もある。そのため腕抜きと鉄甲と手筒が混同されたり、同意である場合もある。類例として、言葉の意味を体系するなら以下のようになる。時代の変遷と共になくなってしまったものや、 現在でも武道に使われるものから、古式ゆかしい装束を誇示する。人々の間では、根強く残っているものもあり、また祭りのなどの演出としての装束の一つにも、なっている。ありがとうございます。